キャスリーンバトルキャスリーンバトルは、アメリカ合衆国出身のリリックコロラズーラー、ソップラの歌手。アメリカ合衆国オハイオ州ポーツマスに7人兄弟の罰師として生まれた。子供の頃から歌唱力に恵まれていたが、優等生で将来を高望つみしてはいなかった。奨学金を得て、オハイオ州シンシナティ大学音楽院に進み、声楽家になる冒険をせず、音楽教師の職に就いた。 1971年に修士号を取得し、新シシティ市内で児童の指導を開始。その間にも、個人的に声楽の研究を続け、新シシティ交響楽団主席指揮者のトーマス・シッパーズのオーディションを受けることになった。まだほとんど経験不足だったにもかかわらず、シッパーズに感銘を与えて、1972年にイタリアのスポレト音楽祭に出演する機会をつかむ。 メトロポリタン歌劇場でのデビューは1977年、タンホイザーの羊飼い役であった。1987年、ウィーンフィルのニューイヤーコンサートに出演。カラヤンと共演し、ヨハン・シュトラウス二世の春の声を披露。2001年、バンゲリスによるミソギアに参加。アテネで行われたライブイベントにも出演した。2004年、中国で制作されたアクション映画。 ラバーズにもテーマ音楽を歌った。アメリカ国内の大学から6つの名誉学位を授与されている。日本では無名に近かったが、1986年夏から日華ウイスキーのコマーシャルにオンブラマイフを歌って出演したことで一躍有名になる。同コマーシャルはオペラ演出でも名高い映画監督の自走時明夫が演出を担当した。 翌1987年1月1日には同曲を収録した LP オンブラマイフキャスリーンバトルがキングレコードからリリースされ3ヶ月で交渉25万枚を売り上げた。同年5月には CD も発売されている。当時の日本におけるクラシック音楽のレコードは1万枚で大ヒットとされ短期間で数十万枚のヒットは異例であった。 日本における累計売り上げでは、過去にイムジチガス相談の四季やヘルベルト・フォンカライアンの運命、未完成など、オンブラマイフを上回る大ヒットがあるものの、いずれも20年以上にわたり、売れ続けたロングセラーである。コマーシャル関連のレーザーディスク、ディーバ、キャスリーン・バトルの歌声と来日記念コンサートのレーザーディスクも CM と同じく、 実装時秋代監督の撮影で収録された。1987年5月の初来日公演の入場券は発売後20分で完売した。輝かしいリリックコロラトゥーラの性質によって有名で、とりわけジェームズ・レバインに気に入られ、宗教曲や歌曲、オペラの上演、録音で共演を重ねてきた。力強い声ではないものの、マテキのパミーナやドン・ジョバンニのツェルリーナ、 ニーベルングの指輪の小鳥役のような、清純可憐な女性像に特に適した声である。レパートリーは幅広く、英語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、スペイン語、ロシア語の歌曲を歌うことができる一方、美声に溺れて、発音の正確さをないがしろにするとの批判も見られる。オペラでは、また、宗教曲、ジャズ、スピリチュアルもこなし、グラミー賞を5回受賞している。 一方で、気難しく仕事相手にしにくいことでも有名で、声のイメージを覆すような数々の武勇伝を残している。往年のディーバを連想させる気象の激しさと気ぐらいの高さに加え、職員の国士によって、ついにメトロポリタン歌劇場から締め出しを食い、レバインなどは二度と共演を望まないと言ってはばからない。しかしその後も演奏活動では活躍を続けており、 アンドレ・プレビンと共演していくつかのアルバムを制作した。ありがとうございます。